なたの理想に近づけたなら何でもできる。愛することさえあなたの姿見つめていたら何でもわかる。愛というものの形。ピンクダイヤモンドのこと知らなかった。戦争の最中の出来事だ。今とは全てが違う。ママは本当にピンクダイヤモンドを滅ぼしたの？地球はピンクダイヤモンドのものだった。ローズはそうして地球を守ったんだ。ありのままのアメジスと自由なパールを、合体した私を、そしてお前の存在を。ママはそんなことしないって。自分のためにやったわけじゃない。ローズは地球を救いたかったんだ。たとえ誰かを滅ぼしてでも。そうだ、教えてくれてありがとう。